ヌルハチは、アトキンの創始者。真の初代皇帝とされる。君主としての称号は、満州語で、元義縁、藩、モンゴル語で、クンドゥレンハーン、病号は、大祖、死号は、高皇帝である。なお、明の文献では、わらべやつじこうあか、あるいはトやつじこうあか、朝鮮の文献では、ロウオツカアあか、あるいはやつじこうあか、真の文献では、 石弓時公祭あるいは石弓時公祭と記載されている。女神族の愛神家暮らし出身でヘトゥアラに生まれた。ヌルハチが生まれた頃の女神は、研修女神5部、海西女神4部、野人女神4部に分かれて、互いに激しく抗争していた。これを利用して民は、長江の権利を分散させることで、飛び抜けて力の強い部族を出さないようにしていた。具体的な方法としては、 研修、海西、女神の有力者300名に対して、直所を渡していた。ただし、土木の辺でのエッセンハーン人口にあたって直所が、無資各社の手に渡るなど混乱した上、期待していた防壁代わりに全くならなかった反省から、ヌルるチが生まれた頃には、研修女神1000通、海西女神500通を、それぞれの主張に一括して、渡すようになり、 若干の権力集中が行われるような政策に転換している。しかしその弊害で、命も放っておけないほど、武力抗争が激しくなっていた。ヌルハチの祖先は代々妙朝に尽くし、しばしば恩賞を授けられている。ヌルハチは生まれつき聡明で、力が強く武術を好み、よく働いたので、両親に可愛がられた。9歳の時に母、エメチが病死した。 父たくしが新たに迎えたまま母とは折り合いが悪く我慢できなかったヌルハチは十四歳の時に家出して母方の祖父ワンカオのもとへと身を寄せた。ワンカオは都督の地位にあり漢字が読め文具に秀出た人物であった。ワンカオは武芸に秀出た孫を可愛がった。1574年、ワンカオは民と摩擦を重ねた末に挙兵したが惨敗して囚われ、 北京に送られて処刑された。この時に、ヌルハチも囚われたが、どうにか逃げ切り、父が住む故郷に戻った。その時に多分バヤンの娘母なジャチンと結婚するが、父の母妻と彼女に惑わされた父に礼遇され、再び家を出た。独立世帯での暮らしとなり、人参や薬草を採取して細々と生計を立てた。その暮らしに満足いかないヌルハチは武将になることを志し、志、 両党総兵の李性量の部下になる。双剣で乗馬、休日などが抜群の腕前であったヌルハチは李性量に目をかけられるようになった。五百八十三年、李性量の大軍が賢州右義英の古城を攻めた。上司は大いが父アンカを殺害に憤怒して反旗を翻したからである。あの妻はヌルハチの祖父ギオちゃんがの孫娘でヌルハチの十枚にあたる。 ギオちゃんがとタクシは古城に入り、値を説得した。しかしその時、ヌルハチと同じスクスフブの二冠ワイランが民軍を手引きして、値を殺害した。二冠ワイランは勢力を伸ばしたいと思い、ギオちゃんがとタクシも処刑した。怒ったヌルハチは、李性量に、祖父は孫娘を取り戻そうとしただけで、父は、祖父の帰りが遅いから、城に入っただけです。それを、 どうして殺したのですかと詰め寄った。言葉に窮する、理性量に対し、ヌルハチはさらに、父と祖父は一度たりとも民に背いたことはありません。お命を着せられて死んだのでは報われません。と言った。李清涼は、処刑を悔やんだ。明朝はヌルハチを異伏するため、二十通の直書と二十頭の馬を授け、さ守もる色紙に任命した。上実の通り、 直所とは公益許可書のことであり、これを所持する者に民と公益する権利がある。また、直所の数が多ければ多いほど、公益で利益を得られる。この任命は、李性良の進言があったと言われる。また、この頃にヌルハチは、一族の長となった。李性良はヌルハチを厚遇する一方で、二冠ワイラン・モスクスフ部の主張として徴用した。二冠ワイランはこの計らいに気を良くして、 ヌルハチにも服従を求めた。しかし父と祖父のあだであるニカンワイランにヌルハチが従うわけがなかった。一方、ヌルハチのいとこやその息子などの中にはヌルハチが、リオちゃんがの後を継いだことをよく思わない者がいて、ニカンワイランと手を結んだ。これに対し、サルフ城ののみな、ギャムフ城のガハシャンなどがヌルハチの味方となった。しかし同盟を結んでも軍勢は100人程度だったと。 言われている。1583年2月、ヌルハチは、トゥルン城を攻めた。しかし二冠はイランワのミナと内通しており、攻撃前にギアバン城に逃れた。同年8月にギアバン城を攻めたが、またも二冠はイランワのミナから密告を受け、オルホン城に逃げた。ノミナの内通に気がついたヌルハチは、バルダ城を攻撃するから、甲冑や武器を貸してほしいとのミナに申し出た。 同盟を結んでいる建前からの皆は武器を貸したが、ヌルハチは隙を見ての皆を殺害し、サルフ城を占領した。ところが、ジョーギア城の離大と、ギオちゃんがの息子の子孫が、ヌルハチ配下の富士山を襲撃したため、二冠ワイランの追撃は中止した。1584年1月、ジョーギア城を襲い離大を捕らえた。同族ということもあり命は助けた。同じ頃、 ギャムフ城のガハシャンがサムジャンに殺された。サムジャンはマルドゥン城に逃げ込んだがヌルハチは追い、サムジャンを殺して、仇を討った。同性同族の激しい骨肉の争いは1583年に終結し、ヌルハチの親族はヌルハチに屈服した。ドンゴブの族長、アハイはスクスフブをまとめたヌルハチを恐れ、攻撃しようとしたが、ヌルハチに気づかれた。 ヌルハチはアハインの居城であるチギダ城を攻めたが、城が落とすことができずに引き返した。引き返す時にオンゴロ城を攻めたが、傷を負い、ヘトゥアラに戻った。傷が治ると、再びオンゴロ城を攻撃して落とした。1585年2月、ジャイフィアン城を攻撃して、ジャイフィアン、サルフ、ドゥンギャ、バルダ城の連合軍を破り、4月にトモホ、ジャンギャ、ジャイフィアン、サルフ、 アルダ城の連合軍を破った。また9月に船へ武を攻略して、急激に勢力を伸ばした。1586年7月、いよいよ二冠ワイランの居城を攻めた。二冠ワイランは民軍に逃げ込んだので、ヌルハチは民軍に引き渡しを求めた。民軍はもはや二冠ワイランには、利用価値がないと判断して、ヌルハチを黙認し、ヌルハチは二冠ワイランを捕らえて斬首した。李は、 民が制御できるほどの大きな勢力を一つ作り、その後ろ盾になることで女神を治めようとした。これに選ばれたのが、研修女神の中のヌルハチであった。ヌルハチは、その後、1587年に、ゼェチェンブ、1588年に、ワンギャブを支配した。最後に残った、ホホリもヌルハチに基準した。こうしてヌルハチは、万歴17年に、 研修後大部を統一することに成功した。ヌルハチの支配する国は、研修女神の別名で万樹国と呼ばれるようになった。理性量の思惑はうまくいき、ヌルハチは女神の中の大勢力となった。それと同時に、理性量の懐に入る賄賂の量も大幅に増えたが、これに気を良くしたのか、ヌルハチの投与を怠っていた。女神の大主張となったヌルハチは、民に徴工して、 直所500通を得た。この直所を活用して、馬市や市場を拡大し、富を増やした部族の攻略に備えた。研修女神を統一したヌルハチの次の目標は、海西女神であった。海西女神も、利害の対立から、争いは絶えなかった。1589年、海西女神の、フルン四部の一つ、家へ、部首長のナリンブルがフルンの名手となった。 ナリンブルは、女神を統一しようとして、ヌルハチに基準を求めた。ヌルハチはこれを無視して、対立を深めた。この時期の命は、日本の豊臣秀吉による、文禄、慶長の役への対応に暴殺されていたこともあり、女神への介入は少なかった。民と日本が戦っている間に、女神の争いは頂点に達した。イヘブの主張のナリンブルは1593年6月、 ハダブ、ウラブ、ホイハブと連合軍を結成して、賢秀を攻めたが、待ち構えていたヌルハチに追撃されて大敗した。同年9月、再び、イエーブの主張のナリンブルは、ハダブ、ウラブ、ホイハブ、ジュシリブ、ネイエンブ、シベブ、グワルチャブ、ノンコルチンブとキューブ連合軍を結成し、3万の大軍を繰り出し、3方面からヌルハチを攻撃した。 キューブ連合軍が県州の城を攻めている間、スクスフカ北岸のグレ山の山鋭にヌルハチ軍の精鋭を置き、ヌルハチはわずか百機で奇襲して逃げた。連合軍が後を追うと、待ち伏せへぬなせていたヌルハチ軍に包囲され大敗した。この戦いで、海西女神と県州女神の勢力が逆転する。これにより、女神の諸部族はヌルハチに従う者が多くなり、 名はヌルハチに対し流行将軍の官職を授けた。なお、李政良は、この2年前に汚職を断崖され、更迭されている。ハダブ、ホイハブ攻略その後、アムール川周辺にあるフルハブと長江関係を結んだヌルハチは、次に、ハダブの攻略にかかる。ハダブもまた、家へとジュ国の間で、板挟みの状態にあった。1599年5月。 イエーブのナリンブルは、ハダブを攻撃し始めた。ハダブの主張、メンゲブルは、人質と共に、ヌルハチに、援軍の要請を送った。ヌルハチはこれに応じて、シュルガチと2000の兵を差し向けるも、急遽自ら兵を率いて、ハダを攻撃して支配下に置き、メンゲブルを捕虜にした。その後、メンゲブルは、かけと通じたという罪で死刑になる。ヌルハチは、 肌の住民をすべてマンジュ国に連れ去り、ここに事実上肌部は滅んだ。肌部は民の退除心対策の用地であり、これを滅ぼしたヌルハチに対して民は、経済制裁をちらつかせるなどの圧力をかけた。そこでヌルハチは、メンゲブルの長子ウルグダイと肌の住民を、元の地に返したが、ビエーブのナリムブルが肌への侵略を繰り返したために、 結局肌の住民は万寿国に戻されることになった。ウルグダイは、その後肌の血を踏むことなく、ヌルハチの中心となって活躍した。1607年、ホイハモ内乱に乗じて、ヌルハチに制圧され、滅亡を迎えた。この前年に、日本軍が撤兵したこともあり、明はようやくヌルハチに、危機感を抱き始め、海にし、女神の家エヘブの後押しをすることで、 ヌルハチに対抗しようとした。ウラ部攻略ヌルハチは、ウラ部の主張、ブジャン隊に対し、娘を嫁がせるなど怪獣を見せるが、内心は心よく思っていなかった。またブジャン隊は裏では家へと関係を結んでいた。1607年1月、ウラがワルカ地方のフィオ城を攻めた際、ワルカはヌルハチに助けを求め、ヌルハチはこれにおじをうと、シュルガチを派遣した。 1607年3月、ブジャン隊とシュルガチの軍が、カラス決意和で衝突した結果、シュルガチが大勝した。その後、ブジャン隊は和睦に応じた。ブジャン隊は、腹イセに、自分の妻で、ヌルハチの娘の昔を虐待した。これに激怒したヌルハチは、1613年1月に、裏を攻め滅ぼした。こうしてヌルハチは家へ、 以外の海に死女親族をすべて支配下に入れた。弟シュルガチとの確執裏武攻略で対抗を挙げたシュルガチであったが、次第にヌルハチとの仲が悪化した。権力を握ったヌルハチの自分への態度が存在になることに不満を覚えた。またヌルハチも自分の言うことを聞かないシュルガチに対して不満を覚えるようになった。裏武攻略で戦い方が消極的だったと叱責し、 ヌルハチは、シュルガチの兵権を縮小した。さらに城を建設しようとシュルガチに兵を送るように命令するが、兵を送るどころかシュルガチは、自分の城を築いた。1607年1月、シュルガチは3人の息子と三つ測りごとし、家へ、明朝へと近づくことした。これがヌルハチに知られて、シュルガチは財産を没収され、息子のうち2人が殺害された。 シュルガチは深く謝り、許しをこった。ヌルハチは一度は、許そうとしたが、恨み事を言っていると耳にし、幽閉して死に至らしめた。ヌルハチヌルハチ時代に鋳造された銅線。無限天満州文字で、阿部海不倫が藩自派と書かれている。万歴44年、ヌルハチは、本拠地ヘトアラで、藩の地位につき、国語を、金、言語を天命とした。 前後して、エルデニと、ガガイに明示、モンゴル文字を改良した満州文字を定めた。また、八木という軍事組織を創始した。このことで、満州人が勢力を拡大する基盤が固められた。天明三連、ヌルハチは、七大藩と呼ばれる劇文を掲げ、民を攻めることを決定した。この文書の中には、民が家へに加担して、満州を攻撃すること、祖父、 清ちゃんがと父た氏が民にご殺されたことなどが書かれている。同年、ヌルハチは民の飛行を受けていた家へ周辺の諸状を攻撃し始めた。李永義が守る武順城は平千人ほどだったが、ヌルハチは女身人を馬市に参加させて李永義に通知し、隙を狙い武順城を攻めて李永義を投降させた。ついでに、清川城が陥落した。同日に 馬ネタンなど500箇所を陥落させた。1619年4月29日、明は、イェヘブと朝鮮の兵を配下に47万と、総大将に、ヨ子の儀を置き、軍を都将軍3万、馬、林軍1万5千、李女柏軍2万5千、龍軍1万の4つに分けて、シ祖寺から、ヌルハチの巨城であるエトアラに進行させた。北は馬、林軍1万5千と、 ゲヘ軍一万、西は、都将、保定総兵、王千二万五千、東は、リジョカシワ軍二万五千、南は、リュウ軍二万八千で攻めた。こうして、武順近くのサルフにおいて、十万を合するアトキン軍と、激突した。なお、合してとした場合、およそ実数は半分と言われる。ともあれ数の上では、アトキン軍の不利であったが、 民の将軍がこを焦って突出したため、各個撃破、できたことと、戦闘中に殺人が舞い上がり、これに乗じて名役集をかけることができたことなどが、幸いし、アトキンが対勝した。民に対勝したヌルハチは、サルフの戦いから5ヶ月で、長年の宿敵、イエエを統合し、悲願であった全女親族の統一に成功した。サルフの戦いの後の1619年6月、 用紙の儀に代わって、両党計略に就いたのは、熊提出であった。その頃には、サルフでの勝利と家への滅亡により、両党における、後金の有利は決定的であり、兵士の士気も低かったため、鉄霊はすでに落ちており、モンゴルも、ヌルハチを恐れて、民に就こうとしなかった。治安も悪く、農民も離村して、社会混乱を起こした。そこで、 熊帝室はあえて主政に回り、軍備を整え、軍立を厳守して18万人の兵で守りを固め、朝鮮と連携するなどヌルハチを牽制した。この方針により農民は工作を再開したが、中央政府の目からは消極策に移り、熊帝室は更迭された。この時期はヌルハチの側も、 戦後処理での先行の配分や朝鮮との通商停止、モンゴルの中立化など様々な国内問題を抱えており、1620年まで積極的な戦争を仕掛けられなかった。熊帝室の後任には円王隊がついた。円王隊は消極的と批判された熊帝室を反面教師として、武順と清川を奪い返す計画を立てたが、それに先んじてぬる八は、 信用を強襲した。1620年2月に、ジャイフヤンからサルフへ戦としていたヌルハチは、信用城をあっという間に陥落させた。ヌルハチは、挑発を繰り返して、城の首相のヨケンを誘い出し、深追いしたところを包囲して戦死させた。大砲と銃で守られていた城をこれだけ素早く攻略できたのは、加瀬ンに不満を持っていた。 モンゴル人が、後金に内容して、中から城を開いてしまったからだと言われる。この時、炎王隊は、鎮作に、新世へ、援軍に行くよう命じたが、鎮作が駆けつけた時にはすでに城は落ちていた。鎮作は、引き返そうとしたが部下に止められ、勝ち目がないと分かりつつ進軍した。迎えたヌルハチは追撃して、民軍をほとんど戦死させた。3月8日、王隊は兵を、 両洋城に集めて防備を固めた。城が固いと認識したヌルハチは山海間に兵を進めるよう見せかけた。円王隊はヌルハチの計略を見抜けず5万の兵を出して野戦で交戦してしまい敗北した。その後、後金軍は両洋城を攻めたが工場は困難だった。そこで東の受水口を土堀りで塞ぎ排水口を開こうとした。すると、 民兵が出てきて両軍が激突した。橋を奪取した後金軍は、はしごをかけて、城に侵入した。もはやここまでと、援盆隊は自害した。城を得たその日のうちに、ヌルハチは、両用に今日構えた。アキラ、朝鮮、モンゴルに近く、建築資材を川に流せば、資源に欠かさず、山に獣、川に魚が多く、食料も欠くことがないとしたためであった。 1625年に正式に戦闘を決定し、重臣たちの反対を抑えて、これを決行した。信用と領用の二大重要拠点を獲得したヌルハチであったが、この二つの戦いは後金にとっても大きなダメージを残した。一方で、信用と領用を失った明政府には大きな動揺が起こり、以前は両党を無難に収めていた熊帝。 室の再認が強く押されるようになった。1621年5月、朝廷に召喚された、熊廷室は、三不淵作という療養奪還作を提言した。三方不淵作とはそうすれば後金は、故郷の本拠地が気になり、兵力が分散され、その感激を縫って、療養を回復するという作戦である。また、朝鮮と連携を取ることを進言した。 時の皇帝典型ミカドはこれを採用し、熊帝室を軽略に起用する。しかし、熊帝室は両党順部の王家帝と意見が衝突することが多く、また、王家帝が兵を自由に動かせる権限を持っていたため、統一した戦いができなかった。加えて、王家帝は軍事知識に乏しく、大言相互して、後金を侮っていた。その上、民が指針としていた、熊帝。 室の三方不治策も、大家庭配下の猛分流が、後金から鎮校を奪還してしまったことで崩れた。1622年1月、ヌル八は二人の指揮官が争っていた時に、重要拠点の一つである、高安氏を五万の大軍で攻めた。高安氏城は固いので、まず、西平方を攻め、民軍を誘い出して野戦に持ち込んだ。大家庭に派遣された、劉挙は戦死。 孫徳公は帝発して、ヌルハチに降伏した。またこの戦いに勢いづき、両外星四十の城を落とした。さらに、両政で略奪をして、両党の食料を不足を解消した。大勝利であったが、この戦いで、孫のエセンデリを失った。大家庭は速やかに逃げて熊提出と合流し、山海間に退却した。後にこの責任を問われ。 1632年に死刑に処されている。また熊定室は同じく責任を問われ、大家庭に先んじて1625年に死刑になった。この頃、ヌル八は、猛分流のゲリラ攻撃にも苦しめられ、一方で、後ン領内の漢人との文化的な圧力もあり、国内問題に対応した。天明11年、連戦連勝のヌル八は、民の領内に攻め入るために、 山海岸を陥落させようとした。ところがその手前の念院城に、将軍、円数官が、ポルトガル製大砲のクレナイエビス大砲を大量に、並べて、アトキン軍を迎え撃った。円数館の名声を聞いたヌルハチは、降伏勧告をして行為につかせると約束したが、円数館は跳ねつけた。民軍はわずか1万人ながら、領事をもって、領を守る防衛策で農民を登用。 総動員し、演数官は、援軍が来ると言い続けて、指揮をこぶした。民軍の徹底抗戦に、後金軍は、散々に打ち減らされ、退却した。この戦いは、ヌルハチ最初にして、最後の挫折と言えた。しかしこのまま引き下がると権威が失墜すると恐れ、ヌルハチは、佐都市鹿島を攻撃し、食料と軍船に線を焼いた。この戦いの中で、 ヌルハチは背中に傷を負い、8月11日に没した。去年68であった。遺体は、新洋の東の郊外の伏寮に葬られた。ヌルハチは、生前に後継者を定めなかったため、死後に紛糾したが、第八子の本体児が後を継ぐことになった。ヌルハチが還暦を過ぎると、宮廷でも内紛が勃発した。宮中では、 ヌルハチの養子や婿が不可解な処罰を受けたり、処刑された記録が残っている。最初に、後継者とされたのはチュイエンであった。聖母は、アムバ夫人のトゥンギア氏で出自は、申し分なく、生来豪胆で17歳の時から戦争に参加して、フンバトルの称号を得た。勇猛果敢という意味である。だが、チュイエンは1615年8月に処刑された。チュイエンは、 大使となるとすっかり、半気取りで弟や老人に対して威張るようになった。また、長兄の言うことを聞き、内輪の話は、不応の耳に入れてはいけない、不応なきあと、先に分配した財産を分割し直し、また関係の良くない大臣や弟を排除すると、公言するようになった。そこで不安に思った大臣と弟たちはぬるちに、直訴した。 ヌルハチがチ、ュイエンを戒めても、態度を変えないので、ついに大使を廃し、幽閉した。戦の敗北の責任を負わされたとも言われている。チュイエンは、その後、ヌルハチや弟たちを恨み、図相や陰謀を企てた。それを耳にしたヌルハチは、ついに彼を処刑した。ヌルハチの死後、後継者が決められていなかったので、八期の権力者の四大王、四将王から選ばれることになった。 ヌルハチの異名でアジゲ、ドルゴン、ドドの聖母のアバハイが巡視しており、これは三兄弟の勢力を抑えるためだったとも言われている。結局、四大王の中から後継者が選ばれるようになった。アミンはヌルハチの弟シュルガチの息子で、勢力が他の大王と比べて低かった。次男のダイシャンはニーチュイエンと同じように先行を立て、名声罰でも多くの戦績があった。くれない。 くれないに気を持つ保細い米で筆頭で、しかも二人の息子よと、諸とも成人しており、一家に勢いがあった。しかし、大ンも大使にはなれなかった。理由は三つあった。本大寺はこの問題を蒸し返し、大ンの品性と縁着し、その息子、マングル大も批判した。大ンの息子よとやサハリャンも本大寺に積極的に加担した。二人は、 大山の講師から外されていた。アバハイの葬儀が終わると、ヨトやサハリャンは、本体寺は、斎徳があり、囚人も振幅しています。速やかに王位を継ぐべきです。と述べ、大山も同意した。ヌルハチはあくまで、民からの独立を目指しただけで、民を征服しようと思ったことはなかったと言われる。後継者を定めなかったのも、それまでの部族合議体制を維持しようとしたことの、 現れとも見られる。ありがとうございます。